はいどうもフグです。今回はサブ性能ガン積みの特大トラップで味方をサポートしていく立ち回りやっていこうと思います。味方のカバーに向かう意識を持っていきましょう。ではマサバのガチアサリスタート。さあもう今回はねトラップが主役です。センサーつけたり塗り状況を広げたりトラップを軸にして味方のアシストをしていきましょう。じゃあまず左から塗りを広げていって味方と挟んで攻めていこう。さあカバーしましょう。マニューバー倒していく。一旦塗り広げて正面から攻めていきたいけどちょっといけそうにないですね。一旦これ下がって右の方からヘイトを集めに行こうかな。一旦正面警戒用にトラップを置いといて右抜けて右の方にもトラップを置いておきましょう。さあどっちから来る？正面から。さあこの特大トラップで全員にセンサーがついていく。アシスト祭りワイプアウト。さあ今のうちにアサリ入れてカウント進めましょう。あと1個ありがとう。さあデカアサリを入れていく。さあ段差下にトラップをねたくさん耕しておいて相手が降りてきたら一気に踏ませて倒しましょう。さあトラップトラップサメライドの爆風コンボで倒していく。で北斎も OK アシストキル。でラストセンサーついてる。おおナイスワイプアウト。さあワイプアウトが止まらない。アサリ集めはちょっと味方に任せて前線維持をしっかりとしておいて、さあそこを通るとトラップトラップでセンサーつけてダメージ与えて降りてきたザップと対面して OK 倒したけど、あごめんやられたけど置き土産トラップやられた後センサーつけて OK アシストキル稼いでいく。サブ性能のおかげでセンサーの効果時間がめちゃくちゃ長い。センサーがつくと味方もキル取りやすいし自分もアシストキル入るので本当に一石二鳥なんですよね。サブ性のトラップは本当に強い。で一旦これアサリ集めてデカアサリ作って中央にトラップを置いておいて味方のリッターを守りましょう。しっかりとね食ワンダーからリッター守っといて背後はダブルトラップで倒していく。でサメライドで前線上げましょうか。であと一発あれエナスタ飲んでるな。ちょっと移動が早い。でアサリ拾って味方のカバー。あごめん守りきれなかったけど敵は撃つ。 OK 倒していく。さあ北斎倒してカニタンクに合わせて前出たいけど一旦これ人数不利なのでしっかりとね中央のカバーをして若葉シューター倒していく。でデカアサリ持った状態で右にずれてこう右に敵を誘導してトラップを踏ませる。でセンサーつけたら味方に倒してもらうっていう感じの立ち回りがスパイガジェットね結構ガチアサリでよくやる立ち回りです。なのでねしっかりデカアサリは作っておきましょう。でまた右の方にねこれ初動と同じように右に敵誘導しといて右にヘイトを向けてる間に左の方からね味方が攻めていってくれてるんでこっちから行きましょう。さあただ9番ボムが結構飛んできますね。めっちゃ飛んでくる。一旦これちょっとここにトラップ置いてこの上にいる相手にセンサーつけましょうか。あーただちょっとやばいな食ワンダー来てるんで一旦逃げましょう。危ない危ない。一旦逃げてトラップ置いてまた中央を取り返しましょう。一旦思い切ってサメライド使って前線上げて傘割られたアサリだけ拾ってあ味方のカバーに向かいましょう。ナイスやり。あまだ飛んでるね。トラップ踏ませて倒したいけどなんだそれちょっと今完全に瞬間移動してましたね。今のちょっとリプレイで見たいですね。まあ切り替えていきましょう。とりあえず急いでね中央に戻って相手に盤面を取られないようにすぐ中央戻ってこれもう右の方またずれて、こっちにヘイト集めましょうか。で、ヘイト向いてる。ナイスやり。オッケーオッケー。で、こっちちょっと、これ右抜けましょうか、もう。右抜けてトラップ置いといて、敵誘導してトラップ踏ませて倒していく。で、飛んできてますね。今度は負けないぞ。オッケー、マニューバー倒していく。で、アップな若葉シューター。これはもうサメライド使っちゃって倒していく。で、また飛んできてるんで、もうトラップ置いといて、トラップと一緒に、しっかりと倒していく。オッケー、これで中央取り返しましたね。と思ったけど、北斎いる。危ない。ナイス。さあ、味方のカバーしていきましょう。オッケー、アシスト。で、また段差下にトラップを設置しといて。さあ、もうこの攻めで抑え切りたいですね。トラップ置いといて、さあ、降りてくるところを倒しましょう。さあ、北斎対面、やばい。傘割られたけど、もうこれアシストキルで今、傘復活しましたね。そして、グレートバリアにはサメライド。で、スプラマニューバー一旦引かせて、ここにトラップ。ここに相手誘導して、相手が降りてきたらトラップ踏ませて倒していく。
で、ここのトラップが本当に強い。マサバの抑えはね、スパイガジェット強いので。さあ、トラップ踏ませてアシストキル。で、最後もう味方とゴリ押して、いけいけ、アシストキル。ナイス。アシストナイス。オッケー。いや、最後めちゃくちゃアシスト稼ぎましたね。この試合、まあ、普通にキルも取れたし、トラップ使ってね、サポートもできたので、この試合は楽しかったですね。まあ、サブ製のトラップ、もし興味があれば使ってみてください。すごいね、強いし楽しいので。まあ、おすすめはサブ性能 1.0 にプラスしてインク回復 0.1 か 0.2。さあ、キルでは28キル3です。もうこれサブ性能トラップ最強ですね。ということで今回の動画はこれで終わります。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもぜひ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。